まるで静かな朝じゃの。雪も上がって空は藤の花の色になってしもた。明けきらぬうちに死にてえだども、もはとどめを刺す力も残っていり、ええ気持ちじゃ、まるで抜くといい湯に浸かっておるような。こうとなれば覚悟が定まらずに、一晩中ぐずめいていた己がアホらしい。確かに腹は切った。さっざくしぬわしたが、確かに切れておる。とどめに喉ばつこうとして、どうやら根をついてしもたようじゃ。したのもこうして片方の目に映る明け面は、なんとも美しいもんじゃ。じっとも痛くはに、苦しくもに、なればわしは極楽往生できるのじゃろか。そんたらはずはにな、大勢の人が殺めて極楽さ行けるのなら、地獄に落ちる者などおるはずはに。三地の川さ渡れば、お肉に引き立てられ、針の山さ登ったり、地の池さ沈んだりせねばならぬのじゃろ。いての苦しいのは、それからじゃろが、覚悟はできておる。これはこれは閻魔様、お初にお目にかかりやんす。どうぞご存分にお裁きくだせ。夏先でも釜茹ででも文句は言わねす。おかげさまを持ちやんして、加賀も子供らもガキ道にやすることなく、盗みもせず、人も傷つけず、いずれ善人のまま往生いたしやんす。まず一人地獄に落ちても、それは男子の本懐にござんす。今日まで罰を下されずに生きながらえさせていただきやすて、誠に片付けのござんした。この上の望みは何も願す。お裁きには神妙に従い申しやす。ええな、これで。
で待っておられるのはどなた様で。上では寝のすか。わざわざお迎えに来てくださったとは恐れ入りまする。こんたな格好で部長をいたしやすが、身を起こすことも眠ることもできませぬゆえ、お許しってください。幼い頃有名境をことにしていね、長らくのご無沙汰にござんした。お若いまんまで何よりでござんすな。上の去年は31日、わしは親よりも長生きはさせていただきやんした。年下の父上に手ば引かれて三途の川さ渡るのもひょんたなことでごわんすが、のう、父上、わしの生涯についてどうお考えになりやんすか。どうか今生の名残に汚なきところをお聞かせくだせ。まずは父上の見まかられた折、母上はわしにおっしゃられた。この先武士として生きるか百姓で生きるかと。わしは躊躇なく侍の道を選んだのじゃが、今にして思えば果たしてそれが正しい方とであったかどうかわかりもさぬ。いかがにござんすか。寛一。あい、父上、どんたらことでもご遠慮なさらず。まつげではねえぞ。なんとなればじゃ、おそらくおっか様はこの先の身の振り方を奥見頭様に相談したのじゃろう。幼いおめが家督を継ぐまでには間があるゆえ、家を残すにはお情けにすがるほかはねえ。さすれば他の子同心の手前、おめらは片身の狭い思いばせねばならぬ。ならばいっそのこと、大野の家は地方の上がる地方地を持ってござるゆえ、そこに機能してはいかがかとご先代はおっしゃられたのであろうよ。なるほど。で、母上はわしにこう尋ねたのでございますが、侍か百姓かと。さよう。大野様の治療地であれば、たとえ気活の年でも飢え死ぬことはあるね。じゃが寛一、おめえの申した返答にまつげはねぞ。父祖代々の吉村の名を惜しみ、楽な道よりつれい道を選んだおめえは我が子なれどあっぱれじゃ。よくぞ言うた。片付けのござんす。父上、心のわだかまりが一つ晴れあんした。
では次に地図をかがり向かいたことにつきまして、そんたなことは断るまでもなかろう。地図は確かに百姓の出身で体も弱え。じゃがおめえの惚れた女子じゃ。男はの加賀に惚れておらねば力は出ぬ。ましてや静は面子以降三人も産んだではねえか。まつげは何にもねえぞ。やはりさようでござんすな。また一つ心が晴れあんすな。スタバー父上、何よりも難しいことをお尋ねいたしやんす。わすが脱藩ばいたしたのはまつげでござんすか。それは難しいの。おめの気持ちはわからねえでもねえが。お答えくだんせ父上。わすは脱藩の是非走りてのでござんす。ならば正直に申すべ。とどにはその勇気が願った。おめえにはあった。ただそれだけじゃ。脱藩は武士の罪じゃが、我が子を飢えて死なすは人として罪じゃろ。とどは幸い、おめえも加賀も死なさずには済んだが、死なせやもすれねえと思うた冬もある。それでもとどには脱藩ばする勇気も力も願った。おめえにはそれがあったのよ。人手なしの侍になるよりも捕食す武士となる道ば選んだおめえは正しい。ようやった。父上、片付けのござんす。わしはこのことばかりは叱りつけられると思っておりやんした。今しめを解かれた気分にござんす。スタは父上、多くの人をあやめ申したことにつきましては、愚問じゃな寛一。命のやり取りであろう。切らねばおめえが切られた。いや、戦や尋常の立ち合いならばいざ知らず、わすは魂打ちも数々し申した。切腹の解釈もし申した。多勢に無勢の切り合いで傷ついた者のとどめもさず申した。それとて、おめえがせねば誰かがしたじゃろ。あるいはためろうたがゆえに罪ばこむったやもしれぬ。おめえは剣が強く心も強かった。強え侍は悪人か。そうではあるめ。強えがゆえに苦労ばせねばならねがったのじゃ。そんたな当たりめの理屈に罪ばをかぶせる人物などおるはずはねがべ。は、言われてみれば今じゃから申しやんすが、父上、わすは人ば切るのがつろうてつろうてしゃねがった。そった中を土方さんにけどられれば、中央不覚悟で何をされるかわからねがった。だからわすは血も涙もねえ顔して人ばぶった切った。つらかったであろう。とどにはよくわかっておる。おめの気性はおなごのごとく優しい。心ば鬼にしてようやったぞ寛一。
預けのお坊さんせるぜ。はい、でもええがんすか。なげ、誰も見てはおらぬ。わしはそれが何よりつらかったのす。人ばぶった切るたびに、まあこやつにも親はおるじゃろう、子もおるじゃろうと胸ばかきむしられる思いばいたすやんすた。三条の飛脚問屋へめりやんすと、勤労も砂漠もねぐ、そんたな侍が大勢おりやんすた。みな国元に諸状やら銭工場頭を下げて頼んでいたった。どれも国元じゃ食い詰めた下侍に告げねえのす。わすはそんたな侍ばぶった切った。もうええ寛一、まつげではねえと言っておろうが、その者たちよりおめえの方が強え侍じゃった。しゃあなべ父上、こったり血ができておるのに、クソ小便も垂れ流しておるのに、涙ばかりが際限なく流れやんす。くり抜いた片方のまなぐからも惚れ。なげ、さほどにこらえておったのじゃろう。わすは人ばぶった切ってゼリコもれやんすた。人の命ばゼリコに変えたわすはやはり鬼にござんす。いや、そうではねってば。新選組は会津肥後の神様のご配下じゃ。会津様は京都守護職にてござるね。おめえは大義ば持って軽視に跋扈する賊ば切り捨てた。指導に劣る行いの仲間ば切った。それは務めであろう。務めば果たして褒美ばいただいたのじゃ。決して人の命ば銭子に変えたわけではねえぞ。さようでござんすか。何やら残る力が体から抜け申した。ならば父上、改めてお尋ねいたしやんす。鳥羽伏見の戦のさなか、新選組のお仲間は大勢脱走ばいたしやんすた。無論わすも考えねえわけではねがったのす。お命代もたまりともろたし、どさくさ紛れに逃げ出すのはたやすいことじゃった。兄弟には告げねえ。だども雫石の里には沈もかいつろも三つもまだみのおぼっこも、わすの帰りを待っておるのす。わすの取るべき道はやはりそれでは願ったのかと。何故そうはせなんだのじゃ。わかり申さぬ。そればかりは己がわかり申さぬ。わからねえのなら教えてやろう。寛一、おめえは武士じゃった。名ばかりの侍が肩で風切るこの世にあって、おめえは骨の髄まで立派な武士じゃった。
そんたら無理ば言われてくだせ、父上。わすは、二段二人ぶちのあすがるにでござんす。食うものも食わず、上田組長のあすがる屋敷にて、山さへって、うるしくを書いたり、南部表箱すらえたり、用品についてかさはりまするのが仕事の小物にござんす。立派な武士じゃなどと。二段二人武士がどうした？おでもつの鷹がなんじゃ！武士は義のために生き、義のために死するものぞ。おめえは最初は養うことを義と思い定めて生きたではねえか。そんで賊と呼ばれても、鹿と誠の義ば信じて、近畿にすら立ち向こうたではねえか。誰が何と言おうが、おめえは立派な武士じゃで。お言葉でごわんすが、父上。立派な武士は命乞いなどいたさぬ。わすは命惜しさに送らやすけば尋ね、こったな見苦しい最後ば遂げやんす。これが立派な武士の始末にござんすか。どこが見苦しい、何が不始末なのじゃ。わしはこれほど見事な男の死に様ば見たことはねえぞ。おめえは身も心も燃やし尽くした。己のすべてば捧げ尽くした。そんたのことは皆が分かっておる。口では何と言おうが、この死にざまば目にした者は、お留守役様から足軽中間まで、皆誇りに思うておるのよ。よくぞ帰ってまいったぞ。よくぞ主家の屋敷ば死での花道にしてくれたと、みなおめえに頭ば下げておるぞ。おめえは吉村寛一郎という人の姿ば借りた南部の魂じゃ。スタドもこれ、わすは南部主家の畳ば汚してしもた。ご覧くだせ、父上。追っかけた痩せ刀で一人腹なぞ切り、腹わたば引きずり出して、正面も垂れ流したまま転げ回りもした。十本の手指もあらかたつぎれ飛んでしもうた。主家の畳ば汚した上に、父母からいただいた体ばズタズタにしてしまいやした。そんたのこと言うておるのか。これはな、寛一、身も心も燃やし尽くし、捧げ尽くした者の末後のありさまじゃ。しかと目ば開けて座敷を埋む血ば見よ。おめは己の体に流れる血をこらには勝ち、その意味をば身をもって従前に教え悟した。座敷にはつらかした血はこらに与えた残りもんだ。よくぞここまで己を振り絞った。おめの体にはもは一滴の血も残ってはない。
父母の与えた身体発泡ばいたずらに起床したわけではねえぞ。一筋の髪、一切れの肉、一滴の血すら無駄にはせず、すべてを使い果たしたのじゃ。この始末ば見た者は、誤ってる武士道に目覚むるじゃ。武士道は、死ぬることではなく、生きることじゃと知るじゃろ。わかるか、カイチ。それこそが、まことの武士道ぞ。南部の、侍魂ぞ。預けのおござんす。よぐわかりやんすた。わしの生涯は大したもんでござんすたな。もは血は一滴も出ねえだとも。最後の最後に涙ば降り絞っていかんすか。わしの体に残るものは他には何一つござりやせんゆえ。出した御帝の最後に、よくぞ涙ば残した。おめえはえれ。涙ばで尽くしたなら、わしが極楽へと連れ戻そう。あっぱれじゃぞ、寛一。これでえがすらす。無理っくりに腹ばきり、無理っくりに己の生涯ば納得しやんした。初めて抱いた晩に死ぬまで惚れ抜くと誓った約束はこの通り果たし申した。嘉一郎や次郎江殿より腹ばきれと賜った大和の旅の業者はきれいなまんまお目に残していく。
が吉村の家の松電話で血のあずますらぬ誉れの名刀として伝えてけろ。三谷とどわの今姿痛み苦しみにのたうち回る間、おめえの名前を千遍も万遍も呼び申したぞ。念仏も題目もいらねえ。わすの痛みを案ずる者はおめえの名ばかりじゃった。高校な娘じゃな、おめえは。どうか良き人に巡り合い、生涯を添い遂げてけろ。まだ見ぬおっ子や、おめえだけには心からすまねえと思いやんす。抱いてもやれず、背負ってもやれず、親らしいことはなあ一つしてやれなんだ。ゆくゆく父のことを問われても知らねがんすと答えるほかはねえ。おめの寂しさを思うと申し訳なさで胸が潰れる。だからとどはおめに約束ばする。地獄にも極楽にも行かねえ。魂魄はおめと共におります。仏様や閻魔様にどんたな無理ば言うても片時も離れねえでおめのそばにおります。図南坊のおめは冷や飯食いで、いずれどこぞの家婿さ入るじゃろう。養子にもらわれりゃもしれねえな。スタドもとどはどこまでもおめえと共におるからな。そんで新しき世を生きたいつの日か、トドと共に森岡さ消えるべ。トドの魂はしっかと背に負ってふるさとさ消えるべ。雪解けのお山じゃ。南には早津根、北には姫神山、北上川と中津川の合わさるその先に小塚田のお城が、どこも変わらねえ昔のままじゃ。北山の小娘も偽り桜も梅も菜の花もいっぺんに咲いておるではねか。おい、今帰ったぞ。船バスが揺らぐほどに雪解け水があふれきって、今年は定めし豊作じゃろう。空は青く軽々と開き、その極みより清らかな風が吹き下ろす。南部の風じゃ、盛岡の風じゃ、胸いっぺんについてみるべさ。
腹いっぺに、胸いっぺに、決めた全ての方々に諸申す。金の炉、砂漠も、指導も中堅も、そんたらつまらぬことはどうでもええ。一葉ば割って盛んとする花を、何故あだとなされるか。北風に向かって盛んとする花を、何故不立と申されるのか。それとも己ら、貧と戦闘はと呼ばれるか。不時と、善なりと唱えなさるのか。ならばわしは、誇り高き貧と戦闘のために戦います。